おはようございます。今日羽田空港に来ております。今日はこれからですね、飛行機に乗ってドイツに行っていきたいと思います。会社の経費で勝手にドイツに行ってきたという動画です。まあ、いつも通り滑ったところで、今回はですね、ドイツに行って一番の目的はエッセンモーターショーっていう、まあ、東京オートサロンのドイツ版、まあ、すごく簡単に言うとですね、にちょっと行っていきたいと思います。で、会場の様子だったりだとかをお届けしたいと思います。あとですね、それに合わせてボンドグループ取扱いの、チューナーだったりメーカーだったり少し回っていきたいと思います。そして今回僕一人じゃなくてですね、カメラマンと二人で行ってきます。で、カメラマンは前回モーターショーでチラッと映ったカメラマン A の方です。今回 A カメラマン改め両カメラマンにしたいと思います。で、両カメラマンは、高級車、スーパーカーにディーラーの営業かっていうぐらいめちゃくちゃ詳しいカメラマンなんで、まあ、今回のヨーロッパ編かなり活躍してくれるんじゃないかなと期待しております。頑張って行ってきましょう。いいですか？はいはい、それじゃあ早速行ってまいります。取れたからね今とりあえずね、ゲートはくぐれたから大丈夫で、そういうこともあったね。あった。カメラマンは飛行機乗る前最後の喫煙タイムでございます。12時間多分耐えられないんじゃないかな、カメラマン吸えないのに。まあ、ちょっと頑張ってもらうしかないですね。自己人チャージしてきた。でも、とりあえずは大丈夫です。でも出発まであと1時間半ぐらいあるから、あと3回ぐらいチャージしないと。ギリギリまでチャージしてください。はい、12時間吸えないんで。とりあえず飛行機に乗れたからよしとしようぜ。呼ばれちゃったけど。サマン、土屋サマン、ストレカットします。すげえ。これなんかもう本当にドイツに来たなって感じするね。いや、話では聞いてたけどさ、なんか空港にこういうの泊まってる。カーボンの目がめっちゃ大きい。はい、というわけで今ミュンヘンに着きました。12時間長かった。で、さらにはランダムチェックでもう一回手荷物検査されるっていうハプニングもあったんですけど、なんとか無事着いたんで。で、今夕方4時かな、はい、日本時間で夜中の1時ぐらい。5時半、はい、日本時間で夜中の1時ぐらいなんで、ちょっとこれで今日このままホテルにチェックインして明日に備えたいと思います。行きましょう。おはようございます。ホテルに宿泊して朝になりました。今日は残念ながら雨でございます。で、ちょっと今日から、行動して、とりあえずレンタカーを借りて、シュツットガルトまで移動したいと思います。行ってきます。内側が黒で外が肌色、タクシーです。今回はこのユーロピーカーって呼んだら両カメラマンに突っ込まれたユーロップカーでレンタカーを借ります。 A 型全然わかりません。鼻で笑わないで。はい、今回のレンタカーは A4 アバントでございます。現行？しかもディーゼル。いいね。いやー、残念。両カメラマン残念、禁煙です。今日250キロぐらい。マジか。満タン1080キロ移動できたら大阪往復できる。すげーな。いよいよアウトバーンに。初アウトバーンです、私。両カメラマンはもう死ぬほど乗ってるから、なんとかダメ。いや、久しぶり。大丈夫。100の車線が出てメーターにこの斜めマークが出たら制限です。じゃあヨーロッパ到着、一番最初の動画は A4 アバントディーゼルで何キロ出るのかやってみます。
超えていきたいと思います。ちょっとメーターはまあ300キロも少ないからね、300キロ出してみよう。ちょっと言うて、元某カテゴリードライバーなんでいけるっしょ。行こう、ちょっと床まで踏んでみよう。じゃあ始まったアウトバーン、何キロ出るのか企画。ちなみに今182キロ、いい感じです。でみんななんかめちゃくちゃマナーがいいんで、追い越し車線が混んでるとかはないです。で速い車がこうやって後ろについたらすぐどいてくれるっていう。わあすげえ、すげえみんなマナーいいな。いやもう全然、でもね200巡航全然なんともない、普通に、全然大丈夫。なんだろうね、道もそうだし周りの巡航速度も高いし、マナーもいいし、わあみたいなないもん。よし S クラス追跡しようぜ。ギュイーンっつって、果たして追いつくでしょうか S クラスに。速えなあいつ、あっ待って220か、220で巡航してるけど全然そんな感じじゃない。大体だって200オーバーで走ってるの追いつかないから。いや本当にね、ここで車作ったらこうなるよ。そりゃブレーキもめっちゃ効くし、180、200で巡航してもなんともないし、そうなる。いやこれはでも本当にちょっと馬力のある車とかスピード出る車必要。やべえ、速度差がありすぎて気がついた時には抜かれました。右からやべえやつ、98、やべえ、ベタ踏み190ぐらいでじゃんじゃん離されてるんだけど、おやべえ、あいつマジやべえ。180から加速しない、今200けど追いつかないどころか離れてるんだけど、あいつ何キロ出してるの、おやべえ、98超速い、今220です。220だけ普通に巡航できちゃう。こう見た目がかっこいいとか、なんかちょっとその贅沢だとか、ちょっとそのとかじゃなくて、本当に必要だから、そのモアパワーとか AMG が必要だとか、クラブが必要だとか、チューニングされたやつが必要だっていう発想になるよね。そりゃ実際今回の車は物足りないですよね。全然だって離されてんじゃん日本で A4 って言ったらだって輸入車だし上のグレードしか入ってないしさ、その性能を使い切ることはほぼないですよね。ないね、まずない。大体だって120浸透、だってここだとだってもう全然210ぐらいからもう加速しないと離されてっちゃうんだ。仮にこれが S4 だとしてももうちょっと速い方がいいなって思いますよ。あ絶対に上には上がいるから、はい、だってさっきの Q8 マジヤバかったよな。やばい、ゲレンデも速い、あいつGLA ちょっと出ないでよ、戻って、ほら戻るんだ、真ん中車線に戻りなさい。うわすげえなー、すごーい。今どこですか、ちょっと手前、あもうでももうオレンジ色63、え63、ずっとだ、わあ。本当だ。東京かな。あ、ここポルシェ見えるじゃん。